はい、よろしくです。お願いします。はじめまして、りんたろーさん、まりさん、やのっちです。やのっち。普段は聞いているだけですが、メッセージテーマよりによっての話があります、聞いてくださいって、私2年ほど前にカナダのトロントへワーホリで行ってたんです。お空港に現地の留学オフィスの使者がお迎えに来て、ホストファミリーのうちに案内してくれると聞いていましたが、見当たりません。あまりその場を離れないようにうろうろしながら担当っぽい人を探す私、他の人はニコニコと楽しそうにお迎えの人とハグをして帰っていくのに、私は一人ぼっち。よりによって言葉の通じない外国で、気づけば外は日が落ちて真っ暗に。あんなに長い間いたってこと？これは現地オフィスと連絡を取らないとやばいし、ホストファミリーもきっと待ってるぞと思い、恐る恐る小銭を作り、小銭作るのは別に恐る恐るやらなくていいけどね、恐る恐る小銭を作り、公衆電話を駆使して、やっとこさで現地オフィスの人と連絡を取ることに。英語がそれほど得意でもない私がドキドキしながら英語のガイダンスに従い電話をかける。2回ほど失敗してようやくつながってくれた。オフィスの人曰く、担当は私を迎えに出ているとのこと。しかし私が1時間半ほどここで待っていると話したら、あまりにも遅いので、とりあえず別のお迎えを派遣するとおっしゃっていただきました、ようやくお迎えが、来て安心して待つこと、お迎えしてもらえると安心して待つこと30分、背後から片言の日本語で女性が、ダメ子さん、ダメ子あや子さん、お待たせしましたとニコニコと話しかけてきました、私はガネ子だしあや子でもありません。よりによってこのタイミングでこのタイミングでダメ子ってもやめて。何がダメ子よ、ダメ子呼ばれして。ガネ子ね、ダメ子、聞こえるね、ダメ子に。でも、あや子でもないんだってよ。と、心の中で叫ぶことしかできない私のトロントライフの初日でした。その後、無事にホストファミリーと会うことができて、最高の1年を送れました。今ではとてもいい思い出です。長くなったんですが、いつも楽しみに聞いてます。これからも楽しませてねって。矢野っちさん。すごいな。でも、この不安はやっぱすごいよね。だって初日でしょ、右も左も分かんない、土地勘もないところで、言葉もね、言葉も通じない、一人も知ってる人もいないところで、一人取り残された時のこの人間の孤独感って、多分相当不安だったと思うよ。絶対 ね。それでやっと来てくれたら、ダメ子さん、ダメ子って言うなって感じだよね。ダメ子、あや子さん。でも、あや子でもないって。なんだったら人違いと思うよね。違いますっていうよ、ダメ子あや子さんって言われたら。